SV650 ですね。僕が気になってたバイクですね。SV650 試乗してみます。ああ V 型だ。 V 型独特の、うん、 V 型2気筒の周りには吹き上がりがいいね。うん、あクラッチ割と近いな。うん、車体がね V 型2気筒だからね、細いですね。お軽いね、細いし軽い、いいね。僕のストリートトリプルよりだいぶ細いですね。一回り細い。足つきはね、あ、土踏まずの前まで届いてますね。うん、ステップもね、それほど邪魔じゃない。足つきはね、ストリートトリプルと同じくらいかな。うん、全然大丈夫な感じですね。土踏まずの手前までつけてますね。純正の割には結構音でかいな。うん、音がでかいね。うん、いいかもね。うん、 V 型独特の感じですね。トルク感のあるレスポンスですね。ポジションはね、ハンドル結構アップですね。今2速か。うん、いいね。うん、重心がね、ちょっと高めかな。ハンドルアップなんでね。うん、V 型独特の加速ですね。高回転型の V 型エンジンですね。うん、でもね、650あるんでね、そこそこの加速はしますね。やっぱね、3気筒のね、僕のストリートリプルに比べるとパワーはね、パワーとトルクはやっぱこっちのがないですけど、ポジションがちょっと独特だな、これ。うん、 V 型の感じですね。ドルンドルンって感じですね。うん、ずっとね、この SV650 が気になっててね、今回ね、やっと試乗できたって感じなんですけどね。やっぱ乗りやすいバイクですね。うん、加速もね、まあ、加速も申し分ないですけど、やはり V 型なんでね、やっぱ上の伸びがちょっと足りないかな、あのマルチに比べるとね。まあでもこんだけね、パワートルクがあれば、まあどこ走る分にも問題ない感じですね。V 型エンジンなんでね、やっぱアクセルラフに操作するとガフガフしますね。やっぱね、あの下のトルクが強いですね。ここ輪立ちですけどね、全然足ついてますね。足つきはいいですね。車体の大きさも軽さもいい感じですね。僕のストリートリップより重いですけどね、ちょっと重い感じですね。で、重心がちょっと高い。想像してたのと違うかな。もうちょっと伸びるかなと思ってましたよね。
まあ、そこそこパワーあるんで、まあ、ひねればググって加速する感じですね。なんだろうな、このポジションはネイキッド、まあ、スーパーフォアとかねに比べてもちょっと違う感じですね。なんて言うんだろう、ステップはねミッドのちょっと後ろ寄りのミッドで、ハンドルもねちょっと後ろに来てるんでね、なんか両方後ろに来ちゃってる感じですね。うん、もうちょっとハンドル前でも良かったんじゃないかなと思いますけど。あ、ニュートラルはねもうすんなり入りますね、スパッと。V 型に行くともう悪くないですね。 VTR を大きくしたって感じですね。 VTR をそのまま大きくしたって感じのフィーリングかな。あんまりねギアチェンジしなくても走れちゃいますね、トルクあるんでね。大きさ的にはねちょうどいいですね、ちょうどいい感じの大きさなんですけど、なんて言うんだろうな、ストリートトリプルね、あの僕の乗ってるバイクがやっぱ基準になっちゃうんですけど、ストリートトリプルに比べるとちょっと重心が高いかなって感じですね。まあ、650なんですけどね、まあ、パワーもトルクも普通に走る分には全く問題ないですね。十分ですね。ちょっと想像と違ったかな、僕の想像が悪かったのかな。ちょっと思った想像と違った感じかな。まあ、でも悪くないですね。結構慣れちゃえばいい感じのペースで曲がっていけるんじゃないですかね。ニュートラルスパッと入るね、楽だね。今回は、スズキの試乗会ですね。で、いろいろ試乗してみました。よろしかったらまた見てください。チャンネル登録の方よろしくお願いします。ワンワンライダーでした。またねー。